が再来しました。うわー、ない。うわ、警戒。警戒やりづらい。正解。イエーイ。気づくもんですね。いやー、すごいね。気づくもんですね。いやー、すごいね。すごいね。ティーボン。ディズニーファンデリュージョンまで行ってやろうと思ってたでもなんじゃそれみたいなこと言われて、ああファンディリュージョンじゃっていうとこまでもうイメトレしてたんですよ。先の先まで。それがもう、ああ思いのほか俺ら早く気づいた。本日もホラーナイトやっていきます。はい、ホラーナイトですね。本日なんとまたあの恐怖が再来しました。またってことはまあ似たようなことが起きてるってことだよね。そうです。まず調査ホラーナイトやって、はい、終盤にそのヤバいの紹介しようと思います、はい、ということで一つ目の調査ホラーナイトは都市伝説、本当にあった教師を含めクラス全員が自害した最強の事件。やったね。最悪の事件ですね、はいはい、4分16秒ですね。あ、16秒コンコンおー、コンコンなってしまうんです。集団自殺じゃないことをこう広めようとしたっていう。そこまでする必要ありますか。そんなはずいことか。すげえ。何の音なんだ。これのじゃない。それじゃない、それじゃない。今これ聞けば分かると思う。そうだよ、これじゃないと思う。そこまでする必要ありますか。そんなはずいことか。なんかね、あの包丁でまな板。あー、しかも普通の包丁じゃなくてなんかこの四角いやつでしょ。普通の普通の普通のめっちゃ普通の包丁だよ。多分大根切ってる音だと思う。その後声聞こえたの何だよ。だから結構だから徹底してるんですよ。ないです。ないです。ノリいいです。あれ始まってまた右だけですか。熱いことだ。だから結構だから徹底してるんですよ。言ってねえ。いや言ってない言ってない言ってない。退出してください。怖いお払い受けてください。自分だけ変なの。聞こえすぎなんだ。なんで聞こえんの。続いて4分24秒でまたカーズが光ります。ではこの事件の一番有力とされている。え、光った。え、ねねねねカーズ光ってなかった。待って、こっからで分からん。あ、そこなんか通ってる。ん、え、そうなんか白いの。マジで。え、ではこの事件の一番有力一番有力一番有力。おおほんまや。通ってる。完全右から左に行ける。ほんとじゃん。この動画は以上です。はい。いや、ちょっと不可解です。不可解です。第11回の続行はですね、はい、7分9秒でドアの左側に影がなんか動いてる。マジで。警察来てもらったんですけど、その人助かんなくて結局。あー一瞬だけ。嘘。わかるわかるわかる。なんかわかる。警察来てもらったんですけど、その人助かんなくて結局。あー助かんなくて結局。あー本当だ。あー助かんなくて。そうそうそう。え、どうやってんの。そっちか。階段上がってるんだ。気づくのすごいな。確かに。うわ、怖っ。ビビタルオードビビタルで。いや、ほんとビビタルオードボール見てたよ。俺さっき編集してた時に普通に誰か上がってきてたわと思ったら誰も上がってきてなかった。俺もなんかさっきここで寝っ転がりながらスマホいじってて。えっ、え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 、今なんか聞いたことないよ、ね、初めての音だったよね今。え、で、なんだったの。ここで寝っ転がってこんな感じでスマホ見てる。ここ見てるとさ、ちょうどこの辺見えるじゃん。で、ターボがその10分前ぐらいに、うん、そこでタバコ吸ってて人がいるの分かるじゃん、うん、そっからずっと YouTube がなんか見ててずっといるのよ。え、なんか気配みたいなのがあるじゃん。なんか見えるじゃん、視界に入ってる。あー分かる分かる。ここいるなってんのね。さっきとターボがいたシルエットがまんまターボ、で、普通に見終わって終わった。誰もいなくて俺一人で、え、みたいな。俺思ったんよ、その時定義がやたらこれ距離あるじゃん。え？と思ってた俺。あ、そういうことだった。超シルエットあって。続いての動画がありえない現象が起きてつくよっていう。はいはい、出た。声が入ってしまう。あの声気持ち悪いんだよな。めっちゃ怖いんですよこれ。ちょっと一旦その声聞いてもらいますね。シーン。うわ、何回聞いても無理やこれ。言うてるわ。こういう実はまだ見てないっていう人もえげつないホラーナイトたくさんあるんで、この概要欄とか見てみてください。もう結構やばいですから、うん、からの、その気づかなかったやつを紹介するのが調査ホラーナイトだって、うん、こういうやばいやつがたくさん入ってるんで、うん、普通に見てみた方がいいと思います、うん、2分27秒からなんか10秒ぐらいにわたって3個ぐらい声が入ってました。最近さ
女の人の声さ、どんどん近づいてる。ああ、なんかはっきりと、よりはっきり聞こえるよ。男も近づいてる。で、なんかドンが声っぽいよね。なんかはっきりと、よりはっきり聞こえるよ。男も近づいてる。男も近づいてる。男も近づいてる。おあ、なんかさ、なんつー声なのこれ。ドン、ドン、ドン。めっちゃ連続してるやん。めっちゃ連続してる。高いだな。続いて7分34秒にため息が入る。またかい。大丈夫これ普通に見えてる。だよね、普通に光ってるよ。あ、普通に見えてるけど大丈夫か。大丈夫これ普通に見えてる。だよね、普通に光ってるよ。だよね、普通に光ってるよ。全然違う。全然違う。なんか二つに分かれてるね。そう、は、ふーみたいな言うてる。はーみたいな。ということで、調査ホラーナイトはここまでと。うおー、いや、怖いわ。こっからが本番です。もう最近それ好きだよね。今回とてもヤバい映像が映り込んだんですけれども、はい、その動画がですね、最近の大人気シリーズ第3回ゾッとする雑学部。おお、これすごい。やべえ。そんななんかね、ヤバそうな印象ないんだけどね。これはもうちゃんとヤバかったです。9分16、9秒ですね。19秒もう今までで一番自信あったものだったよ。強いよ。いや、マジで。喋り方がうまい。なんで？え？え？待って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 。うわ、やってるわ。これやってるな。やってるわ。テーブル、テーブル。テーブル見てて。テーブル注目してみて。もう今までで一番自信あったものだったよ。強いよ。いや、マジで。うわぁ！ちょ、そうなるよ。俺も最近もう、定期的にね、下を見ながら撮ってるんですよ。もう怖すぎて。手が手こうなってるし、もう見えてるから。ちょっとこれはまだ誰でもない。俺がやったら、なんか色が全然違うんですよ。見て。茶色いね。ねえ、ちゃんとね、その、こっち白すぎるんだよ。俺がやばいのか、この席がやばいのか。この席がやばいでしょ。席だよ。あと俺の時もあるんですよ。恭平もこの時に手映ったんですよ。まあ、その時はなんかもう3回ぐらいです。これね、やばい日だったんだなって分かるのが、これ指の映像もやばいじゃん。もう一個やばい映像映ってて、3分32秒でドアが開く。人が動いて開くとかそんなやばじゃないじゃん。うん、ちゃんとファッて動く。マジでやばいな。でしょ、やばいね。もう戻ってこないでくださいね。お帰りください。え？めっちゃ怖いやん。やばいんすよこの動画。ガチすぎない？え？もしかしたら開けて入ってきて。何の下から出られた？うわぁ！絶対これ大気触ってないでしょ。うん、全く触ってない。このタイミングでこっちのドアを触ってるから。うん、てかもうこういう手だし。ちょっと最後にね、9分19の手のシーンを見ましょう。これあれだよ、珍獣ハンターリコさんの首絞めようとしてた人だよ。ちょっと白くてほんまに色は完璧だ。めっちゃ似てる。急に怖くなるやん。もう余計怖いやんそれ。いやー、恭平のやつもちょっと見てみますか。ちょっと一回見たいね。恭平の時何がヤバかったっていうと、髪の毛出てきてる。あー、そうだね。そうそうそう、頭出ちゃってる。えってか今めっちゃ揺れてる。ちょっとヤバすぎ。今めっちゃ揺れてる。これマジで やばいよこれ。レベチだね、なんかでもこれやばい、これやばい。共演の手の角度的に絶対無理だ。てかさ、クマやばすぎない？うーん、こんな顔やばい。ということで、やばすぎ。再び指が映ってしまったという。で、毎回限ってこの席なんですね。え、この席ばっかり。ところ安全なのが多分ここなんですよ。ここはドアが近いから結構声聞きやすい。ここもね、ここはまあ隣にね、いるので、いますので、これからもホラーナイト頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして50万人突破ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8月に夏の全国ツアーがありますので、概要欄からぜひ応募してみてください。お願いします。今とは打って違って
楽しいイベントだなって。それ何なんだよ。俺もうこのテンションで分かんないよ。どのテンションで告知するの。このテンションであの告知するのツボなんだよ結構。俺笑っちゃいそうになるんで。いやもういいですよ、ね、全然聞こえない。もう全然今聞こえなかった。俺は聞こえない。まあ皆さんそれでは次の動画でも失礼しまーす。俺もう最近で一番びっくりした。怖い。怖いよ。もうやめ。シリクイル。え、てか今めっちゃ揺れてる。ちょ、やばすぎ。